ウィンドファームの上空写真がリシア州の山岳地にあるウィンドファーム2015年末時点ではスペインは風力発電で世界第5位の発電量を有し23,031メガワットの設備容量を持ち 48,118GWH の電力を発電しその年の国内での全発電量の19%を占めている2014年は 再生可能な電力の発電が記録的な都市となり、スペインの総発電量の20.2%を風力発電が占め、原子力発電の次に重要な電力源となった。少し前では、2010年に16%、2009年に13.8%、2008年には11.5%であった。2008年の世界金融危機による崩壊と、 続けて起きたスペイン経済の難局の後、2012年から2015年まで新たな風力タービンの設置が停滞した。今日では2万3000メガワット近い設備容量を維持している。スペインが停滞する一方、他の世界の主要国は新たな風力タービンの設置を進め、2015年までに全設備量でスペインの上に立った。2015年末現在、 世界の風力発電容量でスペインは5位につけている。風が強い日は他の電力源よりも風力発電が勝っており、2015年11月21日の午前4時50分にスペイン半島部で消費された電力の70.4%が風力エネルギーであった。2013年2月6日、風力発電は電力発電の早期記録を達成し、 瞬間ピーク17,056メガワット、時間あたりの発電量 16,918MWh となった。2011年11月、風力発電による電力需要の59%のピークに達した。2010年11月に 14.960GW の電力ピークに達し、2009年11月に暴風が発生し、 風力発電量は総電力需要の53%のピークとなった。2009年、スペイン最大の風力発電会社イベルドローラが25.5%、アクシオナが20.9%、ネオエネルギアが8.3%となっている。2006年の記事では2万メガワットで2010から2011年までに自治州に設置される予定の風力エネルギー容量が述べられている。 アメリカの格付け機関であるスタンダードプアーズは2006年のヨーロッパの生活水準調査において再生可能エネルギーの使用源が風力発電であったナバラ州をスペインの17の自治州の中で最も高く評価した。その時ナバラ州は電力需要の約70%を再生可能エネルギー源から維持し中でも風力発電は 最も多く使用し風力発電容量は900メガワットであった。ナバラ州には火力、原子力、石炭、石油、ガス電、そしてかなりの水力の発電所が不足しているが、ナバラ州政府が外部エネルギー依存を下げるために、かなりの風力再生可能資源を保有している。1996年に風力発電の開発と利用が始まるまでは、 他国やスペインの他地域から輸入したエネルギーに完全に依存していた。2007年、ガリシア州はスペインの自治州において3年連続風力発電開発1位となり264メガワットの風力発電が増加した。残りの順位はカスティーリャ・ラマンチャ州、カスティーリャ・イレオン州、アラゴン州、ナバラ州となっていた。スペインにおける エネルギーの効率向上に深く関与する省エネルギー、多様化研究所も再生可能エネルギー源とエネルギーの拡大を図っている。風力発電所が行う水の電気分解による水素製造に関する研究がエネルギアヒドローエレクトリカデナバラ、スチュアートエネルギーシステムズオブカナダ、シュタットクラフトオブノルウェーの間の合意によりに新たに設置された。 研究所で2004年に行われた。研究所は風力発電所の発電環境を再現し、電解層の影響を調査した。アルバセテ近くにあるヒグアウェイラで風力測定に関する集中的な研究が行われている。2005年の報告書によると、スペインの風力エネルギー部門は500以上の会社の参画を主導し、約150の 風力タービンの製造プラントとその機械がスペインの地域に存在している。スペインの工業の強みは2005年のユナイテッドステーツエルンストヤングがスペインの風力発電市場を長期の国家魅力の指標でトップに位置づけていることから財務アナリストにより認識され彼らは行動を起こしている。要素やサービスの提供に 間接的に使われているものも含め、スペインの風力産業が支援している雇用人数は3万人を超え、2010年には6万人に倍増すると推測されている。バスク州に拠点を置くガメサは2005年の設備電力で13%のシェアを持つ巨大なグローバル風力タービンメーカーである。同社はスペイン特有の地理的環境を グローバルな場で競争するスペイン企業にとって利益となると評価している。ガメサエオリカはスペイン、アメリカ、中国で工場を創業している。さらにエジプト、ドイツ、アイルランド、イタリア、日本、韓国、ポルトガルなど世界中の多くの地域でのプロジェクトがある。ガメサは2005年にアメリカのペンシルバニア州フィラデルフィアで 風力タービン発電機ブレードの製造工場を開設し、500のパートタイムの建築、創業雇用と236の永続的な製造雇用を創出した。ガメサの風力発電所の建設、創業、維持管理は2つのフィラデルフィアの会社と製造工場と連携することで5年間にわたり、同州で約1000人の雇用を創出した。同社は2017年4月に、 シーメンスの風力発電部門と合併し、シーメンスがメサリニューアブルエナジーとなった。1981年に設立されたイーコテクニアは2005年までに設備容量で世界シェアの2.1%を獲得し、風力タービンは1.6メガワットまで生産した。2009年、アルストムにより3億5000万ユーロで買収された。同社は、 風力タービンの開発を続け2009年に3メガワットのマシンを商業用風力発電所に設置した。2010年に社名をアルストムウィンドに改名した。2011年、12年には LM ウィンドパワーとカンバーティムと共に洋上に適用するための6メガワット永久磁石ギアなし発電機のプロトタイプを開発した。 当時世界最大の風力発電事業者だったアクシオナエネルギアはオーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、モロッコ、スペイン、アメリカで創業していた。同社は1994年のナバラ州の初期段階に成功を収めた。業務には風力発電所の稼働、タービン製造、風力発電所の開発なども含まれており、中国、アイルランド、 イギリスにも進出を予定していた。イベルドローラは、ブラジル、フランス、ギルシャ、イタリア、メキシコ、ポルトガル、スペイン、アメリカ、イギリスで、機能設備を保有し、ヨーロッパや中南米で、風力発電所の開発を続けていた。2008年現在、大西洋岸にあるカディスやウェルは地中海岸にあるカステリオン県の沿岸地域で3000メガワットの、 発電能力を有する6つの洋上風力発電プロジェクトを開発する予定である。マトアーズは新たに開発した風力タービン TWT-1.570 と直径70メートルのローターを立ち上げ、1998年に風力エネルギー分野で活動を開始した。スペイン国内の風力エネルギー産業は1998年に創業が始まった。 中国、インド、メキシコ、キューバの風力発電所の建設の契約を結び、風力発電機の輸出を開始した。高い発達段階にある、ポルトガル、トルコ、チュニジア、エジプト、ブラジル、アルゼンチンとも契約を結んでいる。スペインにおける、主要企業の風力エネルギー容量は2007年現在、ガメサアイオリカ、3281メガワットメイド、803、 メガワット、ネグマイケン、715メガワット、インコテクニア、446メガワット、ジーエレクトリック、343メガワット、イザー、ボーナス、317メガワット、デサオープ、121メガワット、エナーキン、58メガワット、ラガービー、38メガワット、および他は113メガワットである。スペインでの風力発電のさらなる進展を支配するつの、 要因は、主に、オフピーク時の風力発電に利用されるすべての電力を保有する風力発電ネットワークの能力、エネルギーコスト、スペインにおける風力発電開発の豊富さがわかると言われる環境への影響。スペインの風力発電産業は直ちに次の問題に直前するであろう。 スペインの支持的な風力発電政策が主要企業間の建設現場の競争を激化させていることも注目に値する。自治州政府は風力発電の建設のための多くの適用に悩まされている。風力発電の現地選挙はスペインには存在しないがずっと小さく弱い量の半風力発電グリッドの人々が国に住んでいるため、これが スペインの風力発電のさらなる開発から離れているようには見えない。しかし、スペインがこれらの野心的な目標を達成するには、風力発電開発に関するさらなる障害に取り組む必要がある。いくつかの例外を除き、内陸風力発電所の設置にはほとんど反対がなかった。しかし、洋上発電所を建設するプロジェクトは議論の余地がある。コーンらによると、 スペイン南西部の1805年のトラファルガーの海戦の現場に世界最大の洋上風力発電施設を建設する提案はカディスの観光と漁業を恐れるカディスの海岸の街から強い反対がある。この地域は戦没者の墓であり、その地域の開発は歴史的な戦いの考古学的証拠を破壊する可能性があると主張するイギリス人による苦情も寄せられた。 ありがとうございます。